はい、輪島朝市へやってまいりました。輪島ドラマ記念館 NHK の朝ドラの、ロケ地でもあったようです。売店の方に入ってましたね。昭和のレトロな雰囲気の漂う、ね、記念館でございました。はい、ここは、輪島朝市の開運神社でございます。一応お参りをしてまいりました。絵柄まんじゅう、ね、有名な名物でございます。いろんな土産物屋さんがですね立ち並んでおります。晴天にも恵まれました。非常にいい天気でございました。日曜日、ね、人の方も結構多かったですけども、ね、海鮮丼の、ね、輪島港直送気になりますね。ね、ちょっと風が強いです。海の幸がたくさん、ね、売られておりまして、ね、お、これは長井号記念館マジンガー Z でおなじみの作者さんの記念館です、ね。アナゴ、ね、フグ、いろんなのが売られてます。ここで焼いて食べることができます、ね、最高ですね。ビール片手に、ね、フグや、イカを焼いて食べる最高のシステムです、ね。いろんな昔ながらの昭和の、ね、雰囲気のする土産物屋もありながら、ね、そして結構ね、歩いて楽しんでおります。お、気になります。これはですねお土産に買いました、ね。イカの塩辛、ね、いろんなイカの塩辛があります。ホタルイカの塩辛もあります。シシャモもね、フグのね、卵巣の、ね、煮付け、これも気になりましたけど買いませんでした。買いました。とりあえずですね、石川の塩辛だけゲットしました。そしてね、ヨーグルトソフトクリーム、ゆずソフトクリームね、これを最後にですね食べました。いやー最高、美味しかったですね。冷たくて最高、うまい。